青木治親は、群馬県小持村出身のオートレース選手。元ロードレースライダーで1995年1996年の、ロードレース世界選手権 125cc、クラスチャンピオン。兄の千圧氏、拓馬もロードレースライダーとして活躍し、青木三兄弟として有名な存在である。1982年頃からポケバイを始める。 16歳になった1992年に、ロードレースデビューし、地方選手権で38戦30勝。同年、鈴鹿8時間耐久ロードレース閉催の鈴鹿4時間耐久ロードレースを、藤原勝明とのコンビで制する。国際 A 級特別昇格した1993年に、各国選手権等で、上位ランキング獲得者にのみ認められてきた、WGP フルエントリーが、 この年より、チーム推薦でも認められる制度ができたため、若いのブユキの遺跡に伴い空いた元バムから 125cc クラスへのフル参戦が実現した。1995年に遺跡したアリー・モレナー・レーシングで、1995年1996年と、2年連続で 125cc クラスチャンピオンを獲得。1997年には 250cc クラス。 1999年には 500cc クラスにステップアップする。2000年にはスーパーバイク世界選手権に転じるが2001年には 500cc クラスに復帰し、4機当勢が大半を占める中、非力な2機当 NSR500V でベストプライベーター賞を獲得。翌年2002年、ワークスマシーン NSR250 撤退後の直気マシンとなる。 RS250RW の先行開発を2内 250cc クラスに参戦するも結果に結びつかず翌年2003年 WGP からの撤退を余儀なくされる。一方、オートレース側では1999年の選手募集時より WGP や全日本ロードレース選手検討で 優秀な成績を収めた者に限り通常23歳以下の年齢制限を28歳以下に緩めるほか、試験の一部を免除するといった特例枠を設けるようになった。オートレースの選手募集は2年に一度しか行われないため、当時のルールでは2003年の第29期選手募集が27歳の父親にとって最後のチャンスとなることから転校を決意した。 オートレース選手養成所に第29期生として入学し、翌2004年8月1日にオートレース選手としてデビューした。特例枠で選手となったのは、父親が初めてである。2005年には、川口オートレース場を所有する川口市のバックアップを受けたオートレースハルクプロより、現役オートレース選手として初めて、鈴鹿八体に参戦。安田岳史氏とのペアで、 総合3位、JSB1000 クラス優勝を果たし、ロードレースにおいてもその腕の健在ぶりを見事に、見せつけた。2006年7月19日に川口オートレース場で、開催された第30回日韓スポーツ級ポラハイ争奪戦で、GI 初優勝。この優勝は29期生初の GI 優勝である。その後も、上位クラスである、S 級で活躍を続け、 2011年6月19日に浜松オートレース場で開催された特別 GI 共同通信社会プレミアムカップで5年ぶりとなる GI 優勝を果たした。カッコ内はコンビを組んだライダー名。ありがとうございます。